プロジェクト K, クト K キルアでございます。今回はですね、こちらです唐津 G1 戦ふさふさ買いです。前回爆勝ちすることができました。こういう時は調子に乗った買い方をしまって大負けする、それがいつもの流れになってしまっているので、今回どうしようかなと考えたところ、ふさふさ買いすることにしました。こういう時ほど落ち着いて初心に帰ります。で、ふさふさ買いっていくつかパターンがあるんですよね。ふさふさの前にするのか、前のふさふさにするのか、あるいはふさふさで包んであげる兄さんの前の兄さんなのか、パターンがあるんですが、今回は前の兄さんの兄さん、全体的ふさふさにしました。まあ一着を流すのがやっぱり高いところ期待できると思いますので、で、それが前半戦です。6レース分短期集中型です。それに加えてラスト締めとしていつもの感じでイン逃げ2通り、イン逃げ2通り、これもふさふさでいきます。ふさふさな日ですね今日は。どうぞご覧くださいませ。さあ始まっていきます。唐津 G1 戦4日目でございます。どうなりますでしょうか。第1レース、そんな第1レースでございます。ふさふさ買い、こういう時はね本当に無茶をせずに、こういう時ほど無茶をせずに行きたいんですが、このふさふさ買いどう出るか。まあ言ってしまえば123132もあります。そして G1 戦の123132というのはそこまで極端に低くはない、そう願いたい。あ、1号手が連れ込んでる。2日連続の G1 周出る可能性もあるのでしょうか。ちょっと待って、これわーわー、いきなり423とか来ちゃってもいいんですよ。いきなりこれで、あ、これほらでかい、ちょっとやばいんじゃないですか。これ245300枚台、いきなりの300枚台425、あ、300枚台、いきなり500枚台が出ました。唐津 G1 戦4日目いきなり500枚台、8通りでございます。で、満州一歩当たっちゃえばもうプラス収支確定してしまいますので、このね前半中に一歩の的中プラス収支確定いただければ後半楽になります。そんな本日の風速は2メートルです。風速2メートル、真横からの2メートル、1着は2号艇3号艇以外でお願いします。またしても2号艇、まだわからない、もうわかった。ちょっと待って、ふさふさやめて、ちょっと、あーでも2キロどころ、2、3は2キロどころ、うん、菅選手1着はもうベラボー2キロどころ、ベラボーって言いますか、1番人気全部人気、26だろうが何だろうが2キロどころです。18番周出た翌日でも1本目から500倍台が出てしまうという、そんなから G1 戦大好きだ、そんなから大好きだ、ガンガンにいっちゃいましょうよ。まだまだどれか番周出ちゃいましょうよ。6号艇頭から10番周がたくさんございます。4号艇頭でもたくさんございます。スタートしました。まあね、1、2、3、1、3、2でも的中です。ただめちゃくちゃ逃げるところ。1、2、3、1、3、2、8点の名前です。8点の名前。まあ、とりあえずここで当たっておきましょうか、1、2、3、8.6倍。126高いので、これ絶対1、2、3に変わりますよ。ほら来た。いくら爆勝ちしたからと言いまして、直後にこの金額で坊主を出してしまってはダメなので、坊主はね、もうでかいんですよね。一発の坊主を出してしまうと、一本の坊主を出してしまいますと、それを回収するまでに、
言うて時間がかかってしまいますので、もういつもいつもね、あれだけの爆勝ちをできるわけではないので、当然、まあ当然ですけども、一回の坊主がものすごい深い傷になってしまいますので、とにかく、坊主は出しちゃダメです。これね、134満州です。4号艇からならベラボーに高いです。134満州。第5レースです。これはですね、誰が人気なのかわからないぐらいに、誰が来ても高いです。どこが決まる方が高いんじゃないですか、これ。6号艇絡み、まあ6号艇、5号艇、6号艇絡みが、それでも買われているのかなって感じですかね。高いところがたくさんございます。これは何かが起こる匂いがプンプンしてきましたよ。3号艇、2号艇が大きくまくっていって、1号艇、あーもうダメだこれ、誰が、あーまたい、はい、ここで満州が出ます。ここでも満州が出ます。やばいじゃん、やばいっす。とりあえず次で、ね、前半戦が終わる。はい、第6レースです。大里6コースは6号艇西野勇気です。西野にとっては4着以上が欲しい大外戦となりました。とりあえずスタートがデコボコして、いただきたい。4号艇がまくりきっていただきたい。そして1号艇が遅れます。そして2号艇、3号艇、3号艇まくっていって、1号艇123123、10倍だ、20倍だ、1、2、3、3、2。水が入って2番手は4艇集団、4番、5番、2番、3番と固まって2番手です。トップ1号艇の小坂、続いて5号艇、ウリュウ、先に待ってきます。さす2号艇の山、はい、来た、これ来ますよ。絶対来た。これは来ましたよ、さすがに。とりあえずここで 16.9 倍。1、2、3、16.9 倍です。ここ当たってからの後半戦、ラスト、第10レース以降です。まあ、第10レース以降は、いつも通り集まりですので、そこで、一気に決めていきますか。とりあえずここはまあ 16.9 倍。後半戦で決めます。ここでまあ的中。まあまあそうですね。ここで流れを作ってからの後半戦という感じですかね。後半戦がまあ、あれですので、メインディッシュなので。そう。後半戦メインディッシュです。こちら前座でございました。前半戦前座でございました。ああ、わあ、坊主は勘弁してくれて。そして2コース前半の大敗でポイント落としてしまいました2号艇の塩田北斗。ここ爆勝ちした直後に坊主を出してたんじゃ意味がないんです。ここね、下がりがちなので、いつも爆勝ちした直後というのは、そこをなんとか持ちこたえれば次もなんか大丈夫な気がしますので、ここが一番大事な日なんです。今日がここで坊主を出すか出さないか、ものすごくでかい、それがものすごい大きな違いで、違いになってきます、気持ち的に。これ高いです。カラスというのは1、2、3、1、3に決まりやすいと思います。ただ今回 G1 戦、どうでしょう。だがしかし G1 戦だからこそ1、2、3でも1、3、2でも高いんです。5号艇が人気です。そこをなんとか4号艇が5号艇を抑えていただければ、1、2号艇、3、4、タイ！タイ！入った！ 1 号艇来たよ。はい、来た！これ高いですよ、やばいですよ、来たら。これ来たらやばいですよ、1、2、3。5号艇のミネ選手がこっからね、3着にね、這い上がってきそうな気配がするんです。それが怖いんです。ああ、ああ、なんでだ。5号艇見てる隙をついて2号艇が来てしまった。1、3、2でプラス確定します。
着。さあここは3着以上で予選突破となるでしょうか。大外も123でも 9.2 倍でかいです。とにかくポーズを防ぎたい。3番5番6番の並びです。スタートしました。スタートしました。2号艇がちょっとだけ出ていらっしゃいますでしょうか。2号艇がグイーンってきます。それを1号艇がなんとか抑えて123に、はい、来た。3号艇曲げて出してきた。これはなんとか、あー、終わった。終わった。と見せかけてピーヤ。さあラストです。高いです。来たら高い。これは人気が、みんな、もうみんな人気です。全員人気です。6号艇が特に人気です。これ取れたらでかいです。取れたらもうプラッシュ確定します。なんなら爆勝ちいけます。1、3、2で。6号艇を抑えれるかどうかが鍵ですね。はい、1号艇が抑えて、その内側を2号艇、3号艇。まだわからない。1616に普通に高いので、まあ普通に高いというか30倍台とか40倍台。まだわからない。まだわからない。ちょっと待って、まだわからない。ね、まだ、ほら、まだわからなくないですか。最後は125126で飛びせかけてピーヤ。皆さん落ち着いてください。そんなに驚くことではございません。デメガイの魔術師がデメガイをして勝っただけのことです。ありがとうございます。いや冗談でございます。奇跡です。ありがとうございます。乗ってます。私唐津 G1 戦で波乗り状態です。次回も爆勝ちします。では今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。